皆さん、こんにちは。インスパイのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっと教材の紹介をですね、最後の方にしたいなと思うんですけど、こんな言葉は聞いたことありますかね。エントリーフォーム最適化という言葉があります。まあ、通称 EFO と呼ばれるものがあるんですけど、例えばですね、こんなものがあります。ちょっと見ていただきたいと思いますが、こちらですね。こちら私の教材なんですけど、普通、エントリーフォームというのは、注文フォームとかメールフォームのことを言いまして、何かお問い合わせをするときに、最後にメールアドレスとか電話番号とか住所とかね、名前とか入れて、送信通すのありますよね。その部分を改善しましょうという教材を、まあ、売っているわけなんですけど、今日お話するのは、このエントリーフォームのことではなくて、エントリーフォームはもちろん大事なんですけど、これと合わせて大事なのが、レスポンスデバイス最適化という、考え方なんですね。今日はその部分のことを少しお話ししたいなと思うんですが、これ上げてみるとですね、すごいいっぱいあったんですね。ちょっとご覧いただきたいなと思います。例えば、レスポンスデバイスって、英語ですけど、どういう意味かって言ってですね、連絡する手段、端末というふうに考えてもらったらいいと思うんですが、お客様が何か皆様に、連絡を取りたいと思った時に、いろんな連絡方法があると。今の注文フォームだけじゃなくて、メールもあるし、電話もあるし、いろんな方法がありますよね、と。それぞれについて、改善しましょうねって言ってあげてるとですね、15個も出てきましたので、今日はそれをですね、一個ずつちょっと見ていきたいと思いますが、まず一つ目。ショッピングカートのサービス見直しカスタマイズですね。ショッピングカート、いわゆる通販されている方は、ショッピングカートの部分の改善ですね。まあ最近だとソーシャルログインっていうものもありますし、あとは、デザインをね、カスタマイズすることも大事だし、そこでいかにカート落ち、そこで逃げないような工夫するかっていうことをやっていく、サービスの見直しをするっていうことはまず大事ですね。で、2番目。これがエントリーフォームです。メールフォームのサービス見直し、もしくは、もうオリジナルで開発する。まあ、ショッピングカートもね、もうオリジナルで開発することも、結構多くなってきましたけど、これが2番目ですよね。そして3番目。スマホユーザー向けに電話番号にリンク入れ、誘導する。これ最低限やっていただきたいことですけど、スマートフォンのホームページの場合は、電話番号に、リンクを貼って、クリックしたらちゃんと電話が鳴る。もしくは、電話に誘導できるようなスマホの場合は特に、そういう工夫をする。これもレスポンスデバイスの最適化じゃないかなと思います。これ大事です。これ簡単にできます。そして次はこちら。フリーダイヤルの番号選定と設置効果測定不安払拭っていうのを書きましたが、まあ結局ですね、電話っていうですね、一つの連絡手段を考えた場合に、フリーダイヤルっていうものがあるんですが、このフリーダイヤルっていうものとフリーアクセスとかですね、いろんなものありますけど、これなかなか今ですね、難しくなってるんですよね。いい番号がないんですよ。で、どうしても番号選定は大事です。覚えてもらいやすい、入力しやすい、打ちやすいとかね、これ大事なので、番号選定を考えることをどうすればいいか。そして設置の仕方、どういうところにどういうことを書いて設置したらいいか。あと効果測定とか、不安払拭するにはどうしたらいいか。こういったことを書いていく。フリーダイヤルの周りに書いていくってことですね。これもレスポンスデバイス最適化では結構大事です。で、続いてこちら。携帯番号ですね。これはパソコンの場合もスマホの場合もそうなんですけど、店長の携帯番号や、まあ、問い合わせ専用の携帯番号なんかを用意した方がいいです。よくですね、移動オフィスとかいう書き方をしたり、社長直電話みたいな形の書き方もありますが、やっぱりですね、たらい回しにされるの嫌なんですよね。電話をして、じゃあ担当つなぎます、担当つなぎますっていうの嫌なんで、直接携帯でその人に話せるみたいな方が、不安払拭したり、早かったりするということで、まあ、こういう工夫もあります。ね、携帯番号を載せるっていうことがあるわけですけど、これがまあ次ですね。そして、これ、携帯つながりではあるんですけど、やっぱり最近ですね、その携帯が普及したこともありまして、その写真や音声、動画を送信してもらえるサービスを考える、いわゆる社メールっていう言葉がありますが、
その何か、皆さんの今までの連絡方法の中で、だとですね、写真を添付するとか、音声を添付するとか、動画を添付するっていうことを、なかなかこう、考えてなかったかもしれませんが、こういった工夫をすると、お客さんは楽にですね、連絡ができるようになるんですね。打たなくていいじゃないですか。こんな感じになってます。車へこんだんだけどって写真のね、送ったらわかりますよね。そういったサービスを考えるっていうことも、レスポンスデバイスの改善、最適化ですね。そしてこちら。携帯番号だけで、メールできる、ショートメール、SMS の設置。これはよく、僕がよく言ってる、ことで、これは過去にもブログで紹介してますけど、ショートメールってすごい便利なんですよね。特にスマホユーザーにとっては、連絡するときにショートメールで連絡できたらすごい簡単にできちゃう。電話番号だけでね、メールできるので、このショートメールを使った、レスポンスデバイスを用意するっていうことも、すごくいいかなと思います。そして、未だにまだこれがなかなか拭えない問題としてあるんですけど、携帯キャリアメール対策ですね。結局、スマートフォンのユーザーのアクセスが増えていくと、結局それでもまだ携帯キャリアメールを、ドコモ NEJP とか、EasyWeb とか、こういうものを使ってる方がまだまだいっぱいいて、特にスマートフォンで注文してる人は、メールアドレスとしてスマートフォンだから、携帯アドレスを入れる方が多くなってきます。その対策を考えるっていうことも、レスポンスデバイス最適化ですね。例えば、ドメイン拒否をしてもらわないために、どういうような文言を書いたらいいかとか、どういう工夫したらいいかとか、カラメールっていうのもありますよね。あと、さっき言い忘れましたけど、ショートメールのところの SMS 認証っていうですね、ショートメールを送ってから、OK してから、詳しく打つとかですね。まあ、こういうようなものとか、このような工夫していくっていうことも、レスポンスデバイスの最適化として挙げられます。はい、続きまして、こちらですね。紙媒体や PC ブラウザーからスマホへ誘導できる QR コード。QR コード、まあ、他にもね、AR なんかもありますが、この QR コードっていうものはですね、やっぱりこの、なんていうんですかね、大事で、パソコンで見てる人に、パソコンの画面をピッてこうね、QR コードで読んでスマホに行くみたいなもの。そして紙媒体から、ネットにね、誘導できる、QR コード。これまだまだね、重要だし、これはやっぱ楽ちんなので、この連絡手段、レスポンスデバイスを用意しておくっていうことは、大事だと思います。じゃあ QR コードをつければいいかっていう問題ではなくて、結局その QR コードの周りにどういう文言を入れるとか、QR コードも最近ね、真ん中に絵を入れたりとかね、いろんなものも出てくるので、そういう工夫をどうしたらいいかっていうことも、レスポンスデバイスの最適化として挙げられます。はい。そして、紙媒体からネット誘導させる、短い URL とキーワード検索というふうに書きましたが、ここにまあね、AR も入りますよね。ちょっとせっかくなんで、ちょっと入らないですけど、もう、せっかくなんでもう盛り込んじゃいますけど、まずですね、URL を載せることは大事なんですが、そうするとどうしてもですね、長いと打つのめんどくさくなるので、短いドメインの URL を載せるっていうことも大事だし、最近は短縮 URL っていうのもあるので、短縮 URL で載せてですね、なるべく打ちやすいものにするっていうのもあるし、短縮 URL をカスタマイズするっていうサービスもあるんですね。結局ランダムな数字だと、しかも短縮だと何かね、やろうとしてるなっていうことがわかるので、そう気づかれないような短縮 URL サービスっていうのもありますし、あとはキーワード検索、何々で検索したら出るよ、みたいな誘導も大事だし、最近注目の AR ですね。こうやってかざすと、それでもう何か動画見れたりとか、まあこういったことを、まあそこからね、ウェブに誘導するとか、こういうのも大事かなって気がしますよね。そして、忘れちゃいけないのが、ファックスです。ファックスはやっぱりまだまだね、日本でも普及しているので、ファックスの導入っていうのは考えるべきで、でファックス導入しようと思うと、結局ファックスの機械高いし、リースしても高いですよね。でも最近はフリーファックス、e ファックスといって、インターネットでですね、ファックスのサービスがあるんですね。そうすると、ファックスの機械もいらないし、あと、ファックスを送ることも、ただでもね、無料でもできるようになりましたし、あとは、フリーダイヤルのファックスですね。ファックス番号がフリーダイヤルになっていて、ファックス送ってもお金かかりませんよ、みたいなことで、お客様に安心してもらうってことも大事だし、
あと、ファックス用紙ですね。ファックス用紙をやっぱ改善して、PDF とかで作ってあげて、で、それでですね、簡単に印刷できるようにするってことも大事だし、あとは HTML で作ることも実は大事なんですね。なんでかですね、手書きで書くのが苦手な人がいるんですね。手書きだと汚い字になるから嫌だっていう人がいるんですね。もしくはコピペできないですよね。だから、HTML 上で、その、住所、電話番号をコピペ入力して、それをプリントアウトしたら、ファックス用紙、ファックス申し込み用紙になるというような、やり方もあります。これもレスポンスデバイスの最適化だと思うんですよね。そして、次に挙げられるのが、スカイプなどのテレビ電話です。これはやっぱりですね、顔を見て話したい。しかもね、無料で電話ができるっていうスカイプとかね、いろんなサービスありますが、これらを導入するっていうこともね、フリーダイヤルと並んで面白いと思うんですが、ただこれの場合はハードルがあって、スカイプの使い方がわからないとか、例えばね、なんかいろいろありますよね、バイバーとかいろんなのありますけど、そういうものの使い方がわからないっていう方もいるので、その部分をちゃんと詳しく解説したページを用意したり、こうやって、どこどこからこうやってダウンロードして、こうやってやりましょうね、みたいなことも、大事です。こういうことすることによって、レスポンスデバイスの改善が行っていけるんじゃないかなと思いますね。こんなのもありますね。そして、最近だとこちらが結構注目ですね。チャットサービスですね。まあ、チャットクラーク、以前にも紹介しましたが、リアルタイムに接客できる、すいませんって、最近右下からポッポーンとかで出てくるやつがありますけど、そういう分ですよね。チャットで、リアルタイムに、はじめまして、なんかね、普通だってメールだったら、はじめまして、どこどこの誰々で、うにゃらうにゃらで、すいません、この子でよろしくお願いしますみたいな書かなきゃいけないのが、チャットだといきなりこんにちはとかですね、すいません、こんなことも悩んでるんですけど、みたいな感じで聞けるみたいな。こういったものはやっぱ大事ですよね。リアルタイム接客の工夫っていうのをやっていくってことが挙げられます。そしてですね、LINE です。やっぱり今国内で5800万人のユーザーがいて、一番、まあ、メールとかに次いでですね、まあ、利用者が多いと言ってもいい、LINE を使った、お問い合わせ、レスポンスデバイスの最適化ですね。まあ、LINE ビジネスコネクト、これは LINE 公式アカウントで使うもので、なんと無料になったそうなので、まあ、LINE ビジネスコネクトを使うっていう方法と、あと、中小零細企業向けの LINE アットを使った、一対一トークで、スマホ対策する。スマホユーザーは、ほぼ全員 LINE が入っているので、その人に簡単に問い合わせをしてもらえる仕組みを作る。これもレスポンスデバイスの最適化です。そして、最後ですけど、SNS ですね。まあ、Facebook、Twitter、Instagram、チャットワーク、など、SNS で連絡してもらえる。だからその SNS でどうやったら連絡が取れるかっていうような工夫をするっていうことも大事ですね。Twitter もダイレクトメッセージ便利になりましたし、フォローしなくてもね、できるようになりましたし、Facebook のメッセンジャーも使えるし、Instagram もね、ダイレクトメッセージ送れるようになりましたし、あとチャットワークですね。ビジネス用のチャットワークを活用するってこともあるし、そして忘れちゃいけないのは E メールですね。E メールを使ったものももちろん大事だし、ということで、レスポンスデバイスの最適化というふうなので挙げていました。15個ありました。このようなことをすると、お客さんが問い合わせするハードルが下がったり、楽になってですね、不安が払拭されたりということで、問い合わせが増えて注文が増えるっていう売り上げが上がるっていうものですね。で、今回はこの部分についてちょっとまたね、こう上げてみるといっぱいあったので、こういうセミナーをしなきゃいけないなと思うんですが、最後にですね、それ以外の部分、さっきのエントリーフォームの部分だけで、教材を以前販売してたんですけど、これの、補強版、が出ました。前回は、100ページぐらいだったのを185ページに増量しまして、時間も1時間ちょっとだったのを2時間36分に延長しまして、で、スカイプの相談1時間をつけまして、5000円と、前回3000円でしたけど、値上げもしてますが、5000円という値段で販売いたしたいと思います。この動画を見てる方は動画の下方、ブログを見てる方はブログの中で、エントリーフォーム最適化の商品の案内を載せていますので、ぜひね、申し込んでいただきたいなと思います。これ買って勉強された方は次にですね、レスポンスデバイス最適化ということで、またね、やっていきたいと思いますので、またお楽しみにということで、ネタ詰めしておきます。はい、今日はですね、レスポンスデバイス、連絡手段、連絡方法を改善化しようという項目を挙げていました。
インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。